直木賞作家の今村翔吾さんが昨日 JR 佐賀駅に書店をオープンしました。駅に書店が復活するのはおよそ4年ぶりです。今村先生が佐賀の亡くなった書店を復活されるということだったんで、ちょっとこれ行かなきゃなと思って、はい、来ました。今日どちらから？あ、札幌から来ました。はい、目的は佐賀の書店に来るために。せーので、おー、それでは、はい、佐賀の書店、佐賀の皆様に末永く愛されますように、佐賀の書店は全国的な書店の減少に歯止めをかけようと、直木賞作家の今村翔吾さんがオープンしたもので、店長を務めるのはカリスマ書店員こと本間遥さんです。駅に書店ができるのはおよそ4年ぶりで、店内には1万2000冊の本が並びます。長く佐賀の皆さんに愛されるような書店にしていきたいと思っておりますので。今村さんは2016年に九州佐賀大衆文学賞で大賞を受賞するなど佐賀にゆかりがあり、昨日のトークショーにも多くの人が訪れました。